有馬行きます。 JRA とガンダム奇跡のコラボ実現、競馬とガンダムの世界が融合した特設サイト、限定グッズ抽選会などイベント盛りだくさん。有馬戦士ガンダム、有馬だからさ。極秘資料、基本動作はジョッキーがやってくれるのか。親父が熱中するわけだ。アメロン、どこ行くの？競馬場に行くんだ。元気でな。え、何？有馬記念だよ。僕は大和スカーレットだ。ゴールオリンフェーブル圧勝、ゴールイン、ゴールドシップだ、ゴールイン、ジェンティルドンダだ、ゴールイン、サトロダイヤモンドが並んでゴールイン、フタサンブラックだ、ゴールイン。僕は有馬記念に勝ちたい。これが有馬のパドックか。どこに行ってたの？トイレさ。トイレ向こうでしょ。有馬行きます。スタートしました。間違いない、やつだ、やつが来たんだ。サウンドオーバース伊藤が並んだ。ゴールドアクター、ゴールイン、ゴールドアクター。アムロ、なぜ自分の任務を果たそうとしないんだ。シンボリクリシェス追い込んだ、タップダンスし、シンボリ捉えてかわしてゴールイン。勝ったね。シンボリクリスエスゴールイン。二度も勝った。親父にもぶたれたことないのに。仕留めてみせる。タブ持ってくるが、ドリームジャーニーだ。ドリームジャーニー先頭。ドリームジャーニー降臨。ドリームジャーニー。勝った勝った。いつになく興奮しているようだが、落ち着くんだ。中山競馬場第11競走第62回グランプリ、有馬の栄光を君に。競馬とはいつも2手3手先を考えて行うものだ。サトルダイヤモンド3番手から前に接近、3番手から前に接近、北サンブラックか、サトルダイヤモンドが並んでゴールイン。2は私の予想した通りだ。よく見ておくのだな。競馬というのはドラマのように格好の良いものではない。それにはルルーシュ4頭広がって、その直後に上がっていきましたのがスカイディグニティ、さらには大外からはルーラーシップ、白いモビルスーツが勝つわ。間からはオーシャンブルーも突っ込んでくるが、さあ先頭は13番ゴールドシップだ、ゴールイン。ララは賢いな。アルテージア、よく見ていろ。私は有馬記念を勝つ。兄さん、私はゴールドシップが最高峰から今中段まで上がっていきました。そして兄さん、キャスパル兄さん、3投目の位置、さあ先頭は13番ゴールドシップだ、ゴールイン。キャスパル兄さん。ガルマ、聞こえていたら君の馬券の不幸を呪うがいい。届くかどうか。何？不幸だと？そう、不幸だ。行くあるか並んでゴールイン。分かった、ラッシャー。ジオン公国に栄光あれ。
坊やだからさ。ジーク・ジョン。なんと祭りだがホグオールイン当たらない。有馬記念 G1 千葉コース2500m 決戦の時は来ました。収まりました。スタートしました。ほぼ揃いました。トザマーティの必殺がジャスターが加わってくるが、ジェンティルドンガザゴールイン。俺を踏み台にした。オルフェーブルが動いていった。その後ろからゴールドシップ、あるいはウィンバリアション。さあ全滅。12機のリックどもが全滅。3分も経たずにか。オルフェーブル圧勝ゴールイン。なんという強さ。化け物か。大将、何事だ。あ、こ、これは。かまわ、行ってみろ。はあ、追い込んでくるが、オルフェーブルだ。オルフェーブルゴールイン。何？回避運動を任せる、未来。はい。おもかじ。第4コーナーをカーブ直線コースに向かいました。